どうもこんにちは、日暮小学校物語優作です。はい、今回はですね、右手のストロークね、このジャカジャカと、まあ、コードなどを押さえながら上下に振る動き、それをいかにこうね端正に仕上げていくかという観点について意識しながらお話を聞いてください。まあ普通にジャンと、まあ、弾くっていうのはね、まあもちろんご存知だと思うんですけども、弾く時にですね、少しこの手首の部分と指先の部分に分けて考えてください。これがあまりにもまっすぐしなりなく動いてるとダメなんですね。しなりを入れていきましょう。何かというと、こういうしなりですね。こういう動きね。で、下ろすときに、今ちょっと手首を先に出るの分かります？で、下ろした後にこう、指先の、まあこの内側の部分がこう弦に当たってるんですけど、これをね、要はこうやって落としてしまうと、音っていうのはそんなに綺麗になっていきません。こう手首を入れてから指先を下ろすような感じ。イメージ的にですね。手首が入っての指先、まあ本当に一瞬だけ遅い、瞬間的にこっちが指先が遅く入ってるって感じなんで、同時だとこんな感じ、まあ、あまり綺麗に鳴らせないと思います。だけど手首を先にちょっと入れてあげると、微妙な力の加減ができて、コード自体の音に、まろやかさ、深みが生まれてくるということです。まあこの点気をつけて、8ビートなり、まあ、16ビートなり、まあ何でもいいんですけども、ジャカジャカ弾くっていうことをしていただくとですね、だいぶ違ってくると、音色もかなり、ね、良くなってくるはずですので、ぜひ、試してみて、その効果を実感してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さらに下の説明欄にあるメールマガジン、こちらでは限定公開の動画をたくさんご用意しております。メールマガジンにご登録いただくだけで、定期的に皆様の遅れ上達のお役に立てるより深い内容の動画を配信してまいりますので、ぜひご登録ください。また日暮小学校語のブログもぜひチェックしてみてくださいね。